ースの上に腰痛予備のクッションまで買ってくれて、いやー優しい、泣きそうだった。アッコさんがソファーが苦手なこともちゃんと覚えていて、そうクッションも買って、このここのスタッフは本当にもういいスタッフで、だからやっぱ頑張んなきゃいけないと思うよね。でマットキャブさんってまあ、サンフランシスコの方なんだけど、ちょっとまあ英語はもちろんね、でみんな英語喋れるんですよ、スタッフ。すごいんですよね、ワールドワイドなんですよ、ね、この間ノラ・ジョーンズでちょっとやったんだけど、ノーノワイ、プロ、私歌っていいんですけど、ちょっとだけいいですかって、何言ったら、ノラ・ジョーンズはI don't know why って愛を入れてないんですよ。え、でも歌詞カードには書いてあるよ。いやでもね、入れないバージョンも、でも I don't know why、 自分では分かんないって言ってるんだから、どう、文法的にはそれでいいと思う。さ、おいマット、お前文法って言ったら文法なんて分かるんだ。はい、少し分かります。あと文法分かる割には日本語の文法おかしい。いやそれはそうだ、英語は母国語ですから。なんかそういうのも楽しく、どんのワイなのか、アイドンのワイなのか、いやもうね、レコーディングを40分で終わったんですよ。え、40分、40分、1曲、それすっごい短いですね。いやもう短いどころじゃない、それもほとんど喋ってたの。おかしいっすね、文法がどうしたのよとか。え、今日にカラオケでも1時間歌いますからね。ほらそれは違う。カラオケとは違う、遊びのカラオケで一緒にしちゃいけませんが、いけません、それぐらい楽しく気持ちよく、いやいやもう今一生懸命やってます、だから楽しみ、これこの出来上がりも楽しみにしてってください、はい、グラミーアルバム、はい、はい、ですね、はい、じゃあそんな今懐かしいメンバーとの再会があったということなので、はい、和田ソウルをおかけしましょうか。おお、いいですね。それも英語の先生バーバルさんとアッコさんがコラボレーションした、懐かしい、2015年のアルバム、はい、和田ソウルから1曲をお送りしましょう、はい、アッコさんてさ、ミュージックフューチャリングバーバル、アキコワダ、レッツ